ヒスタミン受容体とは、生理活性物質であるヒスタミンの受け皿として働く、タンパク質である。ヒスタミンは、肥満細胞などで産生される物質であり、組織が抗原にさらされた時や炎症が生じた場合に、細胞外に放出されて機能する。1937年に、合成の網に誘導体が、ヒスタミンの作用に対して拮抗的に働くことが、 示されたのをはじめとして多くの抗ヒスタミン薬が作られたが、その後これらは遺産の分泌を抑制しないことがわかり、ヒスタミン受容体には別のサブタイプが存在すると考えられるようになった。1972年にはノン H1 受容体の機能を阻害することにより、遺産の分泌を抑制する薬物が開発された。2010年現在では、 ヒスタミン受容体には少なくとも H1H4 の4種類が存在することが知られている。これまでに発見されているヒスタミン受容体はすべて G タンパク質協約受容体である。G タンパク質協約受容体と GTP-GDP 交換反応。ヒスタミン、ヒスタミン受容体、G タンパク質、エフェクターヒスタミン受容体は 細胞膜を7回貫通する構造をとっており、その細胞膜貫通ドメインに生理活性アミンであるヒスタミンが結合する。すると、細胞内にカップリングしている GDP 結合タンパク質の活性化が行われる。G タンパク質は GDP が結合している Gα をはじめ Gβ、Gγ の計3つのサブユニットから構成されているが、 これらの3両体は不活性型であり、通常はこの不活性型が受容体に結合している。G タンパク質が活性化されると Gα に結合していた GDP が GDP に置き換えられ、受容体タンパク質から G タンパク質が乖離する。その際に Gαβγ は Gα と Gβγ に分離してそれぞれ効果器と呼ばれる。 タンパク質に対してシグナルを伝えていく。阻害薬とキセピンと結合した H1 受容体の構造 H1 受容体は GQ-11 タンパク質とカップリングしており、ホスホリパーゼ C の活性化を行う。それにより生成されたジアシルグリセロールとイノシトールトリスリン酸がそれぞれプロテインキナーゼ C や小胞体からのカルシウムイオンの動員を引き起こす。 これらは標的となる細胞内タンパク質をリン酸化させることで活性化する。H1 受容体はアレルギーに深く関与することが広く知られており、血管拡張や血管透過性更新、気管収縮などを引き起こす。H1 受容体の喫抗薬は抗アレルギー薬として用いられているが、中枢神経系に移行する性質を持つために脳機能を調節する。 ヒスタミン神経の働きを抑え、鎮静作用を示す薬物も多い。ヒスタミン H2 受容体気候薬も参照 H2、受容体も他のヒスタミン受容体と同様に7回膜貫通型の受容体である。第3膜貫通ドメインに存在する ASP98 のカルボキシル元がヒスタミンのエチルアミン元を水素結合により、第5膜貫通ドメインの ASP186 と、 THR190 がヒスタミンのイミタゾール間窒素に結合する水素を同様に水素結合で補足する。H20 容体は GS タンパク質を介してアデニル酸シュクラーゼと協約しており、サイクリック AMP 酸性量の上昇やプロテインキナーゼへの活性化を引き起こす。H20 容体へリガンドが結合することで遺産の分泌が制御されており、 胃壁細胞のプロトンポンプアルファーサブユニットの発現が更新するという報告もある。胃酸の分泌はヒスタミンの他にもアセチルコリンやガストリンにより制御されているが H2 受容体の気候薬はこれらすべての胃酸分泌機構を阻害し消化性改良の治療薬として臨床応用されている。他にも H2 受容体は気道や血管の平なめ筋、痴漢、 サプレッサー T 細胞の誘導による免疫細胞増殖抑制、抗炎気球の誘送抑制などの作用を示すことが報告されている。H3 受容体は1983年にシナプス前性の自己受容体として発見され、ヒスタミンの有利、合成を制御している。中枢神経系においては、大脳皮質や貝は扁桃核・泡青玉などに分布しており、 末梢神経系でも、消化管や気道、神経関係などに発現している。動物種により、H3 受容体のヒスタミンに対する神話性には差があるが、人とラットの間では3番目の膜貫通ドメインに存在する2つのアミノ酸が異なっていることが原因の一つあると考えられる。H3 受容体は、ヒスタミン作動性神経にのみ発現しているわけでは、 なくヘテロ受容体としても機能し、H3 受容体の活性化によりドパミンやアセチルコリン、ギャバなど神経伝達物質の放出が制御されている。H4 受容体はマスト細胞や抗酸球の動員を引き起こす。同様に、H4 受容体を介した細胞輸送は、抗中球や樹状細胞でも報告されている。2004年にはケモカインの一種である、 CCL16 が H4 受容体のリガンドであることが明らかにされた。ありがとうございます。